こんにちは。メンズファッションの専門家、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではですね、皆さんから結構リクエストをいただきましたサンダルについて解説をしてみたいと思います。こちらの動画を撮っている今現在なんですが、5月の下旬なんですね。まあ今でもですね、かなり暑いです。気温は25度を超えているので、この気温ですと T シャツ、短パン、そしてサンダルぐらいでちょうどいいぐらいかなと思っています。僕は結構暑がりなので、5月ぐらいから9月末ぐらいまではですね、かなりラフな着こなしをすることが多いんですね。靴に関しても普段はスニーカーが多いんですが、5月以降はですね、結構サンダルを活用する機会が増えてくるのかなと思っています。まあ確かにですね、おしゃれは足元からなんていう言葉もあるようにですね、靴ってすごく重要だと思うんですね。ですが、めちゃくちゃ暑い日にですね、なかなかローファーですとかおしゃれな革靴を履くっていうのはあまりですね、現実味が湧かないのかなと思います。まあスニーカーなのか、もしくはスリッポンなのか、またはですね、今回ご紹介するサンダルというものを活用しながら、まあ楽に涼しくおしゃれをするというのが、僕たち30代以降の男性にとってはとても大切なテーマになるのかなと思っています。とは言ってもサンダルというのは数ある靴の中でも最もカジュアル度の高い靴かなと思うんですね。ですので選び方ですとか、まあ、どのように合わせるのかっていうところを多少気を使わないとですね、なかなか素敵にはまとまらないかなと思うので、今回はいくつかポイントを解説してみたいと思っています。まあ単刀直入に言うと、サンダルというのはたくさんあるんですが、僕はいろいろと見た中でこの2つがですね、もう鉄板だろうというのがあるんですね。それをお伝えしながら、どのように合わせればいいのかをちょっとだけ解説すれば、サンダル選びはそんなに難しくないのかなと思っています。2020年の春夏現在で、まあ大人のサンダルはこの2つがあればまず間違いないだろうというのをこれからご紹介したいなと思うんですが、まず1足目、僕にとって欠かせない真夏のサンダルなんですが、こちらですね、ビルケンシュトックのアリゾナというシリーズになります。今こちらにあるのは買ったばかり、まだ外で一度も履いていないアリゾナになりますね。僕が初めてビルケンシュトックに出会ったのは90年代でしたが、その当時はですね、結構おしゃれな人の間でちょっとずつこうビルケンシュトックというものが流行り始めてきたタイミングなのかなと思っています。僕の先輩がですね、ビルケンシュトックを履いていて、それを見た時にですね、あ、かっこいいなと思って真似して買ったのがそもそものきっかけでした。あれから数十年経ちますが、ビルケンシュトックのサンダルというのはうちのですね、下駄箱に必ず入っていました。ビルケンのサンダルがないタイミングって一回もなかったかなと思っています。それぐらい僕にとっては真夏のマストアイテムがビルケンシュトックのサンダルなんですね。まあ、ビルケンシュトックというのは結構歴史のあるブランドなんですね。もう確かですね、200年以上続いているブランドなのかなと思っています。もともとはですね、健康を意識したサンダルというところのイメージが強かったんですが、ここ数十年はファッション好きの方の間の中でもですね、定番的な立ち位置になっているのかなと思っています。様々なカラーバリエーションもありますし、人気モデルもたくさんあるんですが、その中でも僕が気に入っているのは最もオーソドックスなこのアリゾナという形ですね。2本のベルトで足を固定するような結構シンプルなデザインなんですが、サンダルであんまり主張しすぎるのも好きではないので、このシンプルなデザインが僕は気に入っています。そしてビルケンシュトックの最もオーソドックスなサンダルというのは、底がコルクになってるんですね。ベージュからブラウンぐらいのコルクになっていまして、それがですね、履いてるとだんだん沈み込んできて、自分の足型にですね、ピタッとフィットするようになるんですね。それがビルケンシュトックのめちゃくちゃ履きやすいポイントかなと思っています。ただここ数年僕が履いているのはコルク状のものではなくて、この EVA という素材のものを僕は使うようにしています。コルク素材はブラウン系の素材なので少しカジュアルな印象になるんですが、この EVA の素材のものはオールブラックでかなりシャープな印象になるんですね。まあ、サンダルというだけでカジュアルなアイテムなので、そこにはあんまりカジュアルな要素を多くは取り入れたくないなと思っていて、この EVA のオールブラックのものを僕は好んで履いています。この前に履いてたやつはだいたい5年ぐらい使いましたかね。めちゃくちゃ丈夫で、まだそれでも履けるぐらいなので、一足揃えば数年単位で活躍してくれるアイテムなのかなと思っています。軽量ですし、水の中入っても全然大丈夫なので、結構水遊びしたりする時にも使ったりもしています。そしてこの EVA のビルケンシュトックなんですけど、通常のビルケンのサンダルに比べると価格も多分半分ぐらいなのかなと思うんですね。普通のビルケンシュトックってそこそこ高いんですけども、これはですね、5000円前後で買うことができるので気軽にトライしやすいかなと思っていますので、ぜひ皆さんにお勧めしたいサンダルかなと思っています。はい、続いて2足目ご紹介したいのがこちらですね、テバというブランドのハリケーンというシリーズになりますね。
これは去年購入しまして、めちゃくちゃ履き倒しましたね。これまでですね、僕はずっとビルケンシュトック一筋だったんですが、まあ、ずっと履いてるとですね、さすがにちょっと飽きてくるわけなんですね。たまには気分変えたいなと思っていろいろとサンダルを探していたんですが、その中でここ数年トレンドになっているですね、このテバのサンダルに出会ったんですね。確かエストネーションの銀座店で見つけて購入をしたんですが、まあ、デザイン自体はすごくシンプルですね。ブラックベースになっているんですが、この紐の形状がですね、ちょっと独特かなと思います。足首をですね、しっかりとフォールドしてくれるような形になるので、まあ、ものすごく履き心地がいいんですね。でこちらはもともとですね、水辺で遊ぶ用のサンダルとしてできているところもあるので、水にも強いですし、結構早く乾くので、川遊びの際だとか海に行く時なんかにも使っていますね。何よりですね、ちょっとトレンド的なアイテムなので、足元をビルケンシュトックからテバに変えただけでだいぶ新鮮な気分になりましたね。たまにはちょっと違ったものを取り入れてみるのもすごく良かったかなと思っています。僕はですね、去年沖縄に旅行に行ったんですが、このテバ一足だけで十分に回れてしまいましたね。多少歩く時にでも足首がしっかりと固定されているのですごく楽なんですね。ビルケンシュトックのアリゾナもすごく履きやすいんですが、やはり構造的にですね、普通のサンダルなので、そこまで走ったりアクティブに過ごすには向いてないのかなと思うんですね。その点テバに関しては安定感があるので、めちゃくちゃアクティブに動きやすいサンダルなのかなと思っています。というわけで、僕は今2つのサンダルを持っているわけなんですが、どのように使い分けているのかと言いますと、結構これは明確なんですね。このビルケンシュトックのアリゾナのいいところというのは、気軽に履きやすいという点なんですね。スッとそのまま足を差し込めばすぐに歩いていけるので、例えばゴミ捨ての時だとか、コンビニに買い物に行く時ですとか、ワンマイルウェアならぬですね、ワンマイルシューズとしてこちらを使うことが多いですね。気軽に使いやすいというのは、これはめちゃくちゃ便利なポイントですね。ですがちょっとですね、自分の中では新鮮さがないので、少しおしゃれをして出かけたいですとか、川遊びに行くとか海に行くとか、ラフな着こなしでちょっとお買い物に行きたいなという場合には、こちらのテバを履くようにしています。よそ行き用のサンダルとワンマイル用のサンダルという形で使い分けると結構便利なのかなと思っています。どちらもですね、今すごく人気のアイテムなので、結構真夏になるとサイズが全然なくなってしまうので、ぜひ皆さんにはですね、6月7月のタイミングでこういったものを用意しておくとすごくいいかなと思います。下の詳細欄にですね、具体的な商品のリンクを貼ってありますので、そちらもぜひ参考にしていただければなと思っています。続いてですね、実際に僕がこの2つのサンダルを履きながら、どのような見え方の違いがあるかについて具体的に解説をしてみたいと思っています。はい、ということで実際に履いてみました。まず最初なんですが、ビルケンシュトックのアリゾナ EVA の方ですね、履いています。どうでしょうか。まあ、オールブラックになっているのでサンダルなんですけど、そこまでカジュアルになりすぎないのがポイントかなと思っています。僕はですね、サンダルを合わせるときにはボトムスはですね、ブラックでシャープなものを選ぶようにしていますね。サンダルというだけで少しカジュアル感が漂いやすいので、少しでもですね、綺麗な要素を残すために、今回はブラック系のパンツ、これはグラミチのものですね、ストレッチの効いたテーパードシュレットのパンツを合わせてみます。パンツも靴も黒なんですが、サンダルというのは肌が露出するので、そこまで重たくは感じないかなというふうに思っています。まあ、すごくオーソドックスな形ですね。基本的にはですね、こちらはコンビニですとかゴミ捨ての際に使うことが多いので、そこまでコーディネートを意識しすぎることはないんですが、まあ、どのような着こなしにも馴染みやすいのがこのビルケンシュトックのサンダルかなと思っています。すごく気に入っていますので、これからもですね、長らく使っていきたいスニーカーかなというふうに感じています。はい、続いてテバのサンダルを履いてみたいと思います。これはですね、ビルケンシュトックのサンダルと比べるとちょっと一手間かかるんですね。一回ですね、ストラップをこう外して、それから足を入れて、そしてまたこう貼り付けるという作業があるので、気軽に履きやすいのは圧倒的にビルケンシュトックの方かなと思います。ちょっと手間がかかるので、近所履くにはなかなかテバの方はですね、手が伸びないのかなというところがあるんですが、実際に履いてしまうとしっかりとホールドされるのは断然このテバの方かなと思います。こんな感じですね。はい、ちょっとデザインも変わっていますね。足首をちゃんとフォールドするようなデザインになっていて、3点の紐で足をしっかりと固定しているようなデザイン、まあ、見ればですね、すぐ手羽だなというのが分かるようなデザインになっていますね。トレンド感があってすごく好きなサンダルの一つです。サンダルはカジュアルなので、なるべくですね、ボトムスはきれいめにしたいんですけど、とは言っても夏は暑いので、短パンにサンダルというような着こなしをすることが多いんですね。その場合に上を T シャツにしてしまうと、やっぱりカジュアルになりすぎてしまうので、僕はですね、先日もご紹介したようなオープンカラーシャツを着ることで少し綺麗さを足すようにしています。襟がついている分、少し綺麗めな雰囲気も漂いやすいかなと思うので、このような着こなしで外出することが多いです。
まあ、短パンに関してもネイビーですとかブラックでなるべくシャープなものを選べばそこまでカジュアルになりすぎないかなと思うので、そういった色選びで綺麗めとカジュアルのバランスをとっていただくのも良いかなと思っています。今年の夏もですねめちゃくちゃ活躍するアイテムかなと思います。皆さんもぜひ新しいサンダルを買うときにはですね参考にしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回は僕が気に入っているですね鉄板のサンダルを2つご紹介しました。1つ目はビルケンシュトックのアリゾナ EVA 素材のものですね。そして2つ目はテバのハリケーンというモデルになります。この2つのサンダルのうちどちらかを選ぶのもいいかなと思いますし、2つ揃えておいてもそれぞれ使い分けができるかなと思っています。どうしてもカジュアルになりすぎてしまうサンダルというのはなるべくシンプルなデザインで色味はブラックのものを選ぶこと、ここがまずは一番大切なポイントかなと思います。コーディネートで気をつけることはそんなに多くはなくて、ボトムスの色をブラックですとかネイビーですとか濃いもので揃えると意外とバランスがいいかなと思います。もちろんブルージーンズにロールアップしながらこういったサンダルを合わせるのも結構良かったりするので、様々なボトムスを合わせながらですね皆さんにとってベストなバランスを探っていただければなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。